ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの吉木社長です。瀬尾トマトです。富内咲人です。はい、ということで今回は、はい、ビバン第8話の、ね、考察ですね。ビバン第8話の考察、はいはい、第8話ね放送されまして、はい、今回はね、まあ、ここまでのねいろんな出来事ありましたよ、うんうん、ドラマで、まあ、次回予告とかね結構ね分厚くてちょっとドラマ、うん、あの考察しがいがあるタイミングじゃないかなと思いましてね。衝撃ですね、はい、うん、あの僕らねあのこういう風にあの毎週ビバンの考察上げてますんで。上げてない上げてない、いやいやチャンネル間違えてるおかしい。いやもう J リーグうちのチャンネルは基本ビバン考察チャンネルじゃない、ちゃうよそんなん いつ上げてん。ビバン今やね話題になってるけど、日曜劇場ね、坂井雅人さん主演の、はい、いやいや急、いやただハマってるだけ、あなたがハマってるだけです。いやいやいや、みんなね、ここみんな、みんな、ね、まあそりゃそう、まあまあ、そりゃそう、いやおもろいね、うん、ビバン、ね、ほんまに、うん、まあでも、うん、いやこれを信じたくなかったですね僕は。え、何を、まさか、まあ最初に言っちゃうんですけど、え、はい、な、何、ちょ待って待って待って、清水、何、ちょっと待って待って、何を言うんです、何を言う、ちょ待って、ね、清水エスパルスの、清水エスパルスの、はい、うん、監督、うん、秋葉監督いますね、はい、はいはい、はい、熱い監督ですよ、はい、まさか彼がテントの黒幕だったとは思いませんでした、はい、でもええってもうな、うん、何言うてんの。いやーこれね、もう証拠は揃ってるんですよ。証拠は揃ってる証拠は揃ってる、もうね秋葉監督がテントの、黒幕だとしかね考えられない。マジか、はい、マジか、乗っかった瀬尾トマト乗っかったそう、はい、え、で、まあ、今回ねその秋葉監督がヴィヴァンの、テントの黒幕であるという、証拠を6つ持ってきましたんでおい、はい、いやいや戦術解説みたいな感じで言うなって、6つ持ってきた、6つ6つ多いな、はい、いや、はい、いつもの動画より頑張ってないもんで結構調べましたはい、隅から隅まで、いや、はい、いらんて、うん、でまあね、今回、しっかりとした考察もね含んでますんで「ヴィヴァン」見てるけどまだ最新8話ですよね。今8話ですね、最新が8話まだ見てないよって人とかちょっとね一旦動画閉じた方がいいかもしれません。そういうのちゃんとすな、はい、どこちゃんとしてんの、はい、ネタバレを含みます。いや、秋葉監督言うてて、もうそのガチ勢は去ってるから、ビバンガチ勢は。いやいや。で、ここちょっとね、ガチな要素も混ぜ込みつつなんで。あ、そう。あ、ガチな話もするんね、はい、だから。はい。考察も。ということなんで、ぜひ、ね、今回初めて、ね、聞いてくださってる方多いと思うんですけど。新規ターゲットにしてんねや。そうですよ。そうドラマファン。ビバン目当てで来てくれた人。そうです。あ、なるほどね、はい、ぜひね、またこういう動画上げていくんでチャンネル登録とか、うん、皆さんのね考察とかもよろしくお願いします。こんな誰も、はい、ということでやっていきましょう。はい、聞いてるあなたを鍵から監督に今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。ラジオ11おい、はい、絶対笑うなよ、おい俺はワクワクしてたけどこれ何が観客から監督にやる、はい、絶対笑わんと言うよ、ね、今日もねしっかり伝えていきますよ。いや、もうどこがや、無理やろということで、まあもう早速いきましょうか。早速、はい、まず、秋葉監督はもう確定ってことはい、僕らの中ではもう確定絶対テント。ええけど知らん人もいるから、その テントの説明もいるんじゃないですか。それはもう大丈夫。確かにね、うん。ちょっと置き去りにしすぎた。そうそう、置き去りにしすぎ。テントの説明。まあこうビバンっていうね日曜劇場やってますよ。はいはいはい。大人気ドラマですね。はい。で、まあこうテントっていうね
まあ、悪の組織みたいな、簡単に言っちゃうと、はい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 、本当に悪の組織かはまだ分かんないんですけど、そうですね、まあ、なんか三つどもえみたいな感じですよね、公安と別班とテントっていうこの3つの組織のうちの1つみたいな感じですよ ね、 ね、で別班っていうのが、まあ、こう政府に認められてない、あの特殊な組織、はいはい、まあ、警察の違法版みたいなことですね。自衛隊の中でもね、えりすぐりのメンバーが選ばれてっていう、はい、それが別班、うん、でまああと普通に公安ですね、普通に公安警視庁普通に公安、はいはい、警視庁、はい、阿部寛ですよ、阿部寛野崎、はい、でその中のテント、まあ悪の組織みたいなところの、黒幕が、まあ、おそらく秋葉監督すっと言うてるけど、いやいや、ね、This is フットボール、いや関係ない、はい、あれも怪しいんですけどね、 This is フットボール、あれも怪しい、あれもちょっとなんかね含んでるような気がするんです、ここはまだ解明できてないんですけど、はいはい、またちょっと解明でき次第はい、考察あれこのあの文字を入れ替えるとみたいな、はいはいはい、ね、T テントの T みたいなあります、考察あるあるよ、そういうの、はい、言ってるからね、ね、あれもちょっと怪しいですね、怪しいないね、あのまず一つ目、今回持ってきた6つの中の一つ目、秋葉監督、明らかに坊主にしたタイミングが怪しいタイミング怪しいね、いや最近ね、どうですか、瀬尾トマト君どうですかこれ、怪しいですね、いきなりね坊主に、めちゃくちゃ連敗でこう負けが混んでるっていうわけでもなく、そうね、うん、まさかこのタイミングでっていう、ね、そうですよね、いやいや暑かったから坊主にしたんでしょ、別に暑かったからちょっと考えにくいでしょ、考えにくいならもうちょっと早くね、そうそうそう、まあまあまあ確かにね、ちょっと遅いか、うん、だからね、表向きは多分こう気合い入れるとか、はいはいはい、ね、で、まあ、小学に向けてみたいな、はい、あの理由をね出してる気はしますけど、はいはい、これちょっとね違いますよ、違う、真の目的、坊主にした目的ね、第8話ですよね、あれ、で乃木憂助がこう DNA 鑑定でね、はい、あのノゴーンベキとこう、ね、お父さん息子の関係を DNA 鑑定で調べてるんですか、はい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 、ガチ考察やな、ね、急に、はい、あれありましたよね、堺井雅人さん演じるね、ノギと、はい、あれはなんかこうね、なんていうんですか、口のこの横顔を、ね、綿棒みたいなのでこうやってやってましたけど、はいはいはい、なんかね、うん、PCR 検査みたいな感じでやってましたけど、はいはいはい、あの DNA といえばね、あ、もうピンときてるんじゃないですか皆さん来てないな、いや何の話、ね、何の話全然わからんなはい、髪の毛ですよ、髪の毛、はいはいはい、うん、髪の毛で DNA 鑑定ね、できるんですよ、確かに、おそらくあんま知らないけどまあまあできるでしょう、ね、これできるんですよ、はい、うん、ありますよね、でその髪の毛で DNA 鑑定されて、あのノゴンベキとこの血のつながりが、ね、あるっていうのがバレるとやっぱこう厳しいわけじゃないですかそこは隠蔽しないといけない、ね、でだから要は第8話が始まる前だから、始まっちゃったらもう、あ、 DNA 鑑定っていうその思考に行きますから、皆さん、はい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 、ね、だからその前に坊主にして、要はこう DNA 鑑定されないように対策をしている証拠隠滅ですよね、あれ。いや、ちょちょ、坊主でも鑑定できるわ短い髪の毛で、できません、できません、できるから髪の毛は5センチ以上ないと DNA 鑑定できません。いや、できるって、今の、今の医学なめんなよ、医学、理学なめんなよ。いや、坊主でね鑑定してるのないっすもんね、うん、やっぱあんま見たことないけど、これ怪しいですよ。いやいや、その、はい、過去にも選手時代とかね坊主にもしてるし、秋葉監督自身、ほんでその何テントの黒幕とか言ってたけど、もう、はい、血のつながりあんの大ボスと、そんなことある、はい、あります、あんの、嘘やろ、行き過ぎやろその考察はい、まあまあね、一つ目、あの坊主のタイミングが怪しい、ちゃちゃ、あの、はい、だんだんなんかその、うん、
なんかこれはちょっと行き過ぎちゃうみたいな考察なんよ。普通最初のは結構お、もしかしたらあるかもみたいな、ワクワクさせといて、だんだん、いやいや、俺は結構大胆やなってなるけど、もう一発目からもう意味わからんかった。いやいや、大丈夫これ、ね、はい。でそれで言うと2個目はね、これ結構あの怪しいですよ。怪しい、はい。丸眼鏡いましたよね、それこそ DNA 鑑定、ビバンの方のテントのね、ビバンの方、はいはい、ややこしいね、テントの、うん、あのナンバー3みたいな、はい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 、最近出てきたやつ、はいはいはい、ね、彼があれですよね、瀬尾トマト君、はいはい、DNA 鑑定に行って、馬でね3日間かけて行ったんですよね、あれ。そうですね、でなんか帰ってきた時に結構まあ慌ただしく、うんうん、ドア開けてパー、はい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 、DNA 鑑定の結果ですみたいな感じで、はいはい、だから持ってきましたね。それはいいっすね、早く持ってこなあかんから、慌ただしいよそれ。だからあんまりね、その馬に乗ってそんな疲れないやろみたいな、ね、にしては息切れてんなみたいな、馬乗って、まあ、そう息切れてるっていうのがちょっと怪しいと、まあ確かにちょっと不自然か、はい、馬でね、まあ馬あんまそんながっつり乗ったことないか分からんけど、はい、確かに息切れてるのちょっと違和感か。そうそうそう、だからあのタイミングで息が切れてるナンバー3が、はいはい、っていうのがどうも怪しい。なるほど、あ、もうこれ皆さんピンときてますね。いや来てないよ、はい、ちょちょ、なんなそれ、ね、それ毎回あのワンクッションいらんなそれ。誰もピンときてないから。あのこれ息が切れるといえば、うん、はい、これね、もうまさに秋葉監督のハイプレスです。ハイプレス、ハイプレス。どういうこと、どういうこと、これ、うん、あの説明しましょうか。あの秋葉監督やっぱハイプレス仕込むじゃないですか。はいはいはい、確かに、ね、アグレッシブにね、はい、前からアグレッシブにね、うん、戦う姿勢と、うん、やっぱテントの幹部にもやっぱハイプレス仕込んでるんですよ。ちょっとどういう、いや、はい、だから本来死んだ、あのは、うん、別に息切れなくていいところを、うん、はい、もう愚直にハイプレスするんで、ちょちょちょ、やっぱ息が切れてると。じゃあど、な、何の誰の、ね、どういうメリット、何の意図、どういうこと。いや怪しい、怪しい、怪しいね、怪しい、ちょちょちょ、おい怪しいで濁すな。怪しいな。いや秋葉監督のもとで、じゃああの丸眼鏡がサッカーしたってことですか。そういうことやったのか。そういうことね、はい、そうなん、怪しい、はい、バルカでね、うん、はい、ホナウドの横とかでボランチ組んでたってこと、あの丸眼鏡は。かもね、かも。かもしれないですね。甘いな考察。はい、だからもうちょっと言うと、もうちょっと、だからあれが宮本選手って可能性もありますよね。丸眼鏡が、丸眼鏡が、うそや、あれが宮本選手の可能性もあります、まあ、まあ冷静さみたいなのがね、通ずる部分はあるけど、はいはい、ちょちょ、あれはね、無理やろ、その可能性もあるということだよね。もうじゃあエスパルスがテントや、はい。で3つ目、これは他の考察チャンネル、僕ら考察チャンネルに入り浸ってるんですけど、ビバン過ぎすぎてね、ビバンの、はいはいはい、うん、調べてるよ、好きならばね、はい、で考察チャンネルさんでね言ってたやつなんですけど、はいはいはい、クロスが怪しいと、お、松坂桃李さん演じる、はい、ありましたよね、これさきとくんどんなんでした、クロスのやつ。いやまあだから俺の説明急にビバンのね、はい、ちょっとどうぞ。いや、まあまあ、ビバンやったら喋れるでしょ。ビバンは喋りますよ、その、はいはいはい、そのクロスが怪しいっていうのがその第7話ですかね、第7話の中で、はい、もう一番ほんまに最後のシーン、あのテントと別班が対峙するシーンがあったんですけど、はいはい、うん、でその中で残るニノが演じて、ね、はい、残るが、はい、その、なぜ遅れたみたいな聞いて、はいはい、で、乃木が、羊の群れに襲われた、ちょ、正しい文言はちょっと間違ってると思うんですけど、羊の群れに襲われた、はいはいはい、何頭だ、残るが聞いてきて77頭って乃木が言ったんです、はいはいはい、でこれでじゃあ乃木に対して残るが来いって言って、ここから交渉が成立するんですけど、要はこれ、はいはいはい、そのこの羊がいたっていうのと77頭っていう、ここがこの暗号になってたっていう合言葉、ね、合言葉、そう、これを知らんかったらお前ら偽物だろっていう、なるほど、でそのクロスが、はいはい、もうこの77頭って答えた直後に乃木に対して
なんで知ってたんやみたいなニュアンスのことを聞いたんです。はいはい。で、その時に、ね、乃木が、いや、消去されてたメールをが一通だけあったから、それを念のため確認したって言ってて。はいはいはい。うん、おう、なるほど。それはもうすごい、スッと終わったんですが、うん、こっから考察がすごい始まってて。はいはいはい。ちょっと待って、ガチ考察チャンネルだって大丈夫これ。いや、これね、あの、非常に面白い考察です、うん。非常に面白いですよ、これ。はい。で、これ、この人の考察概要欄に上げといてもらっていいな、いいな、多分その方がいいな、まあ、ウィンウィンよね、確かに、ちょっとこの人の考察ちょっと上げとくのでぜひ見てください、トトさんね、もっと詳しく言ってるんで、ね、そう、もっと詳しく言ってます、はい、で、何を言ってたかっていうと、このメールが一件消去されてたってことですよね、これだから、はい、もしかしたらこれをその別班のうちの中に一人裏切り者がいると、うんうんうん、要はテントとの内通者で、裏切り者がいて、でそいつがこの、メッセージをしパス、あー、メールを消去することによって別班とテントの交渉を邪魔する、はいはい、そう、そうですね、そういうやつが一人いるんじゃないかっていう考察で、はい、でそのまあ誰がじゃあ消去したのってなるんですよ、うん、ってなった時に上がったのが、まあいろいろ他にもね選択肢あるんですけど、クロスが怪しいっていうのがあって、クロスね、まず1個理由、1個目が、あの、はい、あの退治した時、別班とテントが退治した時に、はいはい、あの全員別班は顔になんか麻袋みたいなの被ってたんですよ。ああ、被ってましたね。そう、誰か分かんない、そう、要は誰か分かんなくなってるんですよ。でここでもし、はい、じゃあこの裏切り行為をしました、メール消去してて、はい、偽物ですってなった時に、はい、テントは絶対間違いなく別班を全員撃ち殺そうとするじゃないですか。そうですね、ってなった時に裏切ってるやつも殺されることになる、そのリスクがあると。そうですね、クロスも危ない、そう、クロスが裏切ってたとしたらすごい危ない、じゃあ、はい、もしかしたらなんか見分けのつく方法ね、やってるんじゃないかっていうのがあって、うんうんうん、じゃあ全員別班を見た時に、あのクロスだけ足元が違うと、 ありましたね、なんかこうズボンの裾を出してるみたいな、そう要は他の別班はみんななんか 長靴みたいに履いてて、そこにねズボンを入れてると、はいはいはい、そうけどクロスだけその裾を外に出してると、はい、っていう一人だけ違うポイントがある、だからこれはクロスが、テントに対して俺はクロスだよっていうのを認知させるためにやってるんじゃないかっていう、ね、はいはいはい、そうっていうのがまず一個あって、でもう一個すごいね、はい、大きい手がかりというか、じゃあメールのことなんですけど、はいはい、メールを消すタイミングって何個かあるんですけど、うん、まあ一個はねその、ほんまはテントと会う予定やったら密会するね予定やったやつらをボコボコにしたときに、そいつらの携帯からねあのメールを消したんじゃないかっていう、はいはい、そう、それが一番ねあるんじゃないかって言われてるんですけど、じゃなくて別のメール、要はどこが、はい、どこでっていうと、これ第6話かな、5話か6話ぐらいの時に、はい、6話か、確か、あのブルーウォーカーが、はい、あね、家でね、あのカタ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 やってテントとの密会場所をね、はい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 、突き止めるみたいなシーンがあったと思うんですけど、ね、そうそうそう、はいはい、であの時にあの乃木がブルーウォーカーのねいるマンションの部屋入った時に、公安含め警察部隊が突入したシーンがあったじゃないですか、ありましたね、であの時に、まあ、結局ねあの別班はバレずに乗り切ったわけですけど、はい、この乗り切るためにこの警察が突入した時、部屋に突入した時にここに対応したのって、このブルーウォーカーの女性と乃木、はい、この2人が対応した、この2人ですね、はいはいはい、でけどクロスもいたわけですよ、じゃあクロスはどこにいたかっていうと、はい、そのマンションの横の部屋、要はこのブルーウォーカーがカタカタやってた部屋に1人いたわけですよ、いやそうで、この時にメールを消去したんじゃないかっていう、なるほど、そう、なるほどっていう考察、1人で1人でいるタイミングで、そう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 、はい、もうすでにテントとの内通者、そうメールを消去してっていうね、う だからクロスが怪しい、そう、たどり着かれたとしてももう合言葉知らんからお前らどうせ死ぬぞっていう、そう、隠蔽工作としてやったっていうのでクロス怪しいんじゃないかっていう長々と話になりましたけ ど、はい、っていうのを、はい、考察チャンネルで見ました、はいはいはい、ね、ぜひ概要欄からお願いします、はい、でですよ、これメッセージを消去した人が、はいはいはい、まあ、クロスっていうね説がね今あったじゃないですか、はい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 、これねもう一人メッセージを消去できる人間がいるんですよ、人間がいた他に、はい、その時間そのタイミングを持ってた
人間がいたんですよ。え？それが、うん、あの秋葉監督なんですね。うわー戻ってきた、はい、うわー今ビバン楽しかったのに、はい、おかえりもうおふざけ、はい、タイムに戻ってきた。いやもう何秋葉監督、はい、秋葉監督がメッセージ消すタイミングがね1回だけあったんですよ。これね前回エスパルスのね町田戦ですね勝った時の動画で喋ったことなんですけど、はい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 、秋葉監督の勝利後のインタビューの時に、おう、これ瀬尾トマト君怪しい事件が1個ありましたね。ありましたね。どんなんでした？その時秋葉監督が手に持ってたのが満員御礼って書かれた、はいはいはい、うちは持ってましたね。おう持ちながらインタビュー答えてはいはいはい。This is football って言った時も、はい。持ってはって、その時左手やったんですね、はい、まず、最初。左手に持って、はい。で、しばらく、こう、インタビュー答えてる中で、This is football。急に右手に切り替わるんですよね。切り替わったタイミングがありましたね。ありましたね。これがもう、パッて切り替わって、編集されてて。カットされててね。あれ、なんか、あれ、変な。ね変なカットが入って左手から右手に万葉礼が持ち替わるっていう、ね、でそれを動画で話してたよね、はい、これ違和感あるっていうのはね。だからあの違和感あのタイミングでだからメッセージ消去できるんですよ。えどういうこと、はい、あの一瞬で、あけど一瞬かもわからんか、はい、カットされてるってことだから、うん、そうそう、はいはい、あのタイミングで要はまあインタビューで映ってるわけじゃないですか映像に、はいはいはい、それをわざわざカットする必要があるってことは要はあそこでメッセージを消していて本当はお、はい、で焦ってたからうちわを持つ手を間違えちゃったんですよね。なるほど間違えちゃった、はい、あれはねちょっとこう秋葉監督も焦りが出たというか、うん、はい。じゃあもう得ても何でもいい怪しいですね。はい、いいインタビューやねあれは世間的には、はい、すごい This is football This is This is This is football って言っても熱いインタビューはもうそんな感じの考察に濁すな。いや This is も怪しいけどな This is も怪しい、ま、はい解明され次第またねはいはまだ、ね、まだ解明ですね。はいで、4つ目いきます。はい、ちょっと待って、まだ半分まだ半分まだこっから後半戦はい、こっからですよ、4つ目、まあねトップチームにね新しい、はい、人材が来ましたね、はい、最近、はいはいはい、中田一三さん、はいはいはい、ね、京都サンガとかで監督もしてました。プレイヤーディベロップメントコーチでしたっけ、はいはいはい、みたいな感じの特殊なね特殊な役割、うん、はい、いやね怪しいですね。怪しいな何でこれ何がどう怪しい怪しいないやねこのタイミングで中田一三さんをこう招聘するこれ怪しいですね。怪しいなじゃあまあなんかその違和感はあるけどそのテントと関係ないやんだからいいけどでもどうなんですかこれさきとくん、はいはい、中田一三さんの親戚でしたっけを知っているみたいな。まあまあそうですね一度お会いしたことがあってその中田一三さん、はいはいはい、まあ、おいっ子なんかなちょっとまあ血のつながってる方とお会いした時に、はいはいはい、なんかその方が話してたんがその、まあ、一三さんについてねいろいろ話してくださってて、はい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 、その中の一つとしてなんかまあその親戚で集まる時があるとまあ多分お正月とか、はい、お正月集まってる時に親戚集まってたら、うん、まあ一三さんももちろんいてそうよ、はい、でまあお正月といえばやっぱ天皇杯とかやってるわけじゃないですかテレビでまあまあ、ね、天皇杯ですかえ天皇杯でテントに引っ張られすぎ天皇杯天皇杯あ天皇天皇杯ねお正月ね、はいはいはい、まあやってない年もありますけどやってる年集まってる時にもう親族みんなでそのテレビを囲って天皇杯を見るっていうのが結構優秀だしだって中田家いいですねそうでその中で結構みんな黙って見てるらしいんですよけど一人だけベラベラ中田一三さんだけずっとサッカーについて根掘り葉掘りね喋ってるっていうそ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 うっていうのが風習としてあるらしいです。
ほら怪しいですね。何がやねん。何がやねん。怪しないやろ別に、はい、何がやねん。これ怪しい。関係ないやろ全然。一人喋りか。まあということでね、5つ目に行きたいと思うんですけど、弱っ根拠弱っ。嘘やん、もっとあるって。その一蔵のこの1と3の数字怪しいとか、なんかもうちょい考察できたんちゃう。いやちょっと怪しいですね。いや弱いって、うっせやろ。で、5つ目、5つ目、これがねまたちょっと怪しいんですけど、秋葉監督、後半よく3バックにするじゃないですか。ここをね数試合そうですよね、はい、4バックから3バックで、3バックにしてウイングバックができるじゃないですか、そのタイミングで。はいはいはい、はい、でエスパルス今左サイドバックが山原選手と、まあ、吉田豊選手がね、はい、務めることが多いですけど、うん、3バックにしてウイングバックができた状態で、このタイミングで山原選手に代えて吉田選手を投入するんですよね。はいはいはい、後半から投入、どちらかというとこう守備的な吉田選手をこう高い位置で使うという。確かにね、うん、はい、これはねどうも怪しい。何が怪しい。これはちょっと怪しいな。いやどういうこと、何が関係あるの、はい、どういうこと。怪しいな、なんか、ね、ね、何が怪しい。なんか山原選手の方が攻撃的なのに、まあまあまあね、攻撃的なポジションに吉田選手を置くという。おうおう、サイドバックからウィングバックになってね、はい、そこに吉田選手、はい、これはね怪しいんですよ。いや何、え、何、はい、戦術批判したい人。いや違います、テントの可能性があるちょちょ、何の関係すやん。つながりない。これはだからその戦術が悪いとかそういう話じゃない。でもちろんそうではないよね、はい、うん、ただ単に怪しい、まあまあ攻撃的に行きたいところ。そうそうそう、あ、まあまあ違和感的に吉田選手あるけど、いや意図あるでしょ。なんかそのテントは少なくともテント関係ない、全然。はい、ここでね皆さんテント関係ないんじゃないかっていう声がね聞こえてきそうですけども、今言うたあのですね、吉田豊選手、はいはいはい、彼にね秘密がありました。おお、なるほど、あ、はい、そう、あ、そっちも行った、はい、はいはいはい、吉田豊選手結構ねパパが過ぎるというか、パパが過ぎる、はい、お子さんがね4人いらっしゃるそうなんですね。おうおうおうおお、はい、子だくさんで、子だくさんですよ。で思い出してください、テント、はい、お金何に使ってました。3年前まで。あ、まあ何、子供たちに対して学校とか、うん、そうですね、うん、児童養護施設みたいな、はい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 、はい、やっぱ子供っていうのはテーマなんですよ。はいはいはい、はい、だからやっぱりそこで吉田選手は別にテントとは一切関係ないんですよ。ああそこは関係ない、はい、ただ子供がいっぱいいるだけ、はいはいはい、ただそこで秋葉監督はやっぱり子供がいっぱいいるっていうのでかなり評価が上がってるんですよ、吉田選手。子供いっぱい生まれたら評価上がんない、はい、うっせやろ。やっぱこうそこのね目的がありますから。いやいや、もうこの時代最悪の思想ちゃん、それなんかもういいんすか。 J1 昇格とかよりもやっぱり秋葉監督の真の目的はやっぱこう児童養護施設とかをねしっかり充実させることですから。ちょちょ、秋葉監督じゃ、テントの目的、秋葉監督の目的じゃないそれも。はい、やっぱそこのね目線っていうのは一個あるんじゃないかと。これはね怪しいですね。いやもう無理やりつい、はい、ちょほんま、なるほどな、ちゃうねんもう。まあということで、はい、いろいろ言ってきましたけど、うん、はい、茶番はここまでですよ。おっと、え、はい、え、5個も茶番やった。はい、嘘やろ。6つ目、茶番、うん、6つ目、これねすごいですよ。6つ目、はい、別班、まあ、バーサステントみたいなねところありますよね、今構図がね、はいはい、ありますね、はい、乃木憂助 VS 乃木すぐるのゴンべき、はいはいはい、
覚えてない、はい、そこの対決みたいに、なってるんですけど乃木っていう名前ちょっと珍しいですよね。あーまあまあ乃木マレスケとかマレスケ乃木マレスケっておらん、うんまあ、歴史上の人物でね、はいはい、明治時代乃木はい珍しい、ね、乃木乃木って聞いたらどうですか瀬尾トマト君これ何思い浮かべます乃木乃木、まあ、今、はい、現代で言うと乃木坂とか乃木坂ね、はい、あららららら、はい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 、何にも言ってないのに乃木坂が出てきたあらららららららですよこれ、はい、秋葉監督、はいはい、水戸時代愛称何でした咲人君水戸時代の愛称はい、いやいやそう、いや知らないですよ別に。いやいやいや知ってるでしょ。いや知らないですよ。はい、秋葉監督、はい、AKB 監督ってね、ツイッターにも出てましたから。AKB、はい、はいはいはい。はい、今はねそんなエスパルスは言われてませんけど。まあ、けどサムネーかな、AKB、タイトルかどっちかに多分入れてたよね過去のラジオ。あ入れてましたよ。うん、はい。ね AKB 監督、はい。おが。テントの可能性があると。おうおうおう、はい、まあ、もうこれ見えたでしょう。要は乃木坂対 AKB の構図になってるんですよこれ。おう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 おお、はい、別班対テントがこれが乃木坂対 AKB、はい、まあこうね時代は違えどこうお互いね切磋琢磨してっていう関係性ですよ。ここが戦うと。公式ライバルやからね、はい、乃木坂と AKB 公式ライバル、はい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 、そこが伏線になって、ね、乃木憂助と戦うのは秋葉監督要はテントの黒幕が秋葉監督っていうことなんです。言い切った、はい、いやいやけどほんまにこの考察はなんかね考察っぽいというか、はい、うん、ここまで来てやっと考察っぽい。さすがにねこれはもう、ね、言い逃れはできないでしょう。確かに乃木の乃木坂と秋葉の AKB ライバル関係対立構造みたいなね、はい、うん、まあ考察っぽい。ちょこれはねあるよ。まあ確かに。けどもうちょ全部全部言っていいですか。もうあのあどうぞ。何ですか。この考察見つけた俺やこれだけは見つけた俺やこの動画撮ろう言うて秋葉監督とテントの関係性いろいろ探そう言うて弱いやついっぱい見つかって、はいはいはい、この乃木の乃木坂秋葉の AKB ライバル関係見つけたんは俺や。いやいやいや他の今の1から5の弱いやつらはあなた方で見つけたけど、ね、この6の一番強い俺やぞ。何や、はい、俺が見つけたみたいな顔で言いやがって、はい、そうやぞ、はい、一番この説を押してたのはさきとくん。はい、いやそうだから今までさきとくんはねなんやねんそれみたいな立ち回りでしたけどね、はい、一番秋葉監督がテントだと思ってる人物思ってはないわ一番疑ってる人物がさきとくん。動画成立させるために調べただけ。説得力ますよね、はい、うん、俺ねもういやいや俺がテントやんじゃん。もうもはやそうなってる。え周りをネットすぎて新しいですねこれも。新しいめっちゃうね。だからこれちょっとね皆さんもまだあの証拠とかあると思うんで、うん、もし見つかり次第ね、うん、コメント欄にお願いします。お願いします。いやでもこれでは気づいたのもう世の中のこういう陰謀論とかこの考察がもう当てにならんってことでもう何でもいけるから。いやいやまあまあまあというのは冗談で、はい、え急に。はい、ここまでが冗談で。長かった。はい、冗談だな。皆さんあのテントじゃないわ、ビバン、ビバンね、はい、ぜひあの面白いんでご覧くださいということでした。キモい終わり方締め方希少、はい、うるせえということでね。すいません秋葉監督あのこんなでテント疑ってしまっていやお前、はい、いや知らんでもう、うん、誹謗中傷とかなんかそ名誉毀損とかで訴えられて、はい、知らんで。僕らねあのエスパルスのね優勝と J1 昇格ね期待して応援してますんでね。もちろんね、ぜひ、はい、はい、秋葉監督にもね頑張ってほしいところでございます。はい、ということで、ここまでのお相手は有識者長と今止まったと富口咲人でした。バイバーイ。バイバイ。
。